地中の塩はかつて塩の魔人の民が暮らしていた場所だと聞いた。ああ、きっと価値のある文化財も多いだろうな。伝説によると、塩の魔人ヘウリアの加護を受けた民は確かに幸せな暮らしをしていた。しかし、この伝説は古くからあり、ここに来た宝刀団も数知れない。価値のあるものはほとんど残っていないだろう。ちっ、来なければよかったな。実は洞窟の奥に塩の魔人関連の遺跡があるの。それが地中の塩の由来にもなっているらしいわ。ただ遺跡の入り口は封印されているみたいで入れないのよ。関係のありそうな装置は見つけたけど、解除しても封印は微動だにしなくて、その封印の由来も解除方法も塩の魔人の研究にとって重要な課題になっているわ。物証がないからわからないわ。でも封印の多くは真実を隠すために存在するものよ。けど塩の魔人は優しく力もあってみんなに愛されていた。見せられないものなどないはず。だから真実を隠したいのは犯人のモラクスだと私は考えているわ。岩王帝君はそんなことしないと思うけど。そんなのどうだっていい。それよりその遺跡には塩の魔人の宝物があるんだろうな。人の話を聞きなさいって。あったとしても封印を解かないと入れないわよ。勝利先生がいるじゃないか。何でも知ってるし封印だって楽勝だろう。あの封印は長いこと存在していて謎だらけだから、きっと勝利殿だって。多少ならわかる。ええ封印に関する言い伝えは雑然としているように見えるが、実は解除の仕方もちゃんと伝わっているんだ。封印と関係がありそうな装置の話をしていたな。まずはそれを確認しよう。うん、勝利殿がそう言うなら案内するわ。ここよ。この辺の残骸を組み合わせると塩の魔人に関連するものに見えるの。ヒント通りにある角度から見ると装置は解除できる。解除できたのに封印は微動だにしないの。それはもう一つの装置を同時に解除しないといけないからだ。もう一つ？
ああ、俺が案内しよう。ここ。ああ、変わった元素石碑があったわ。これも関係があったのね。封印を調べるために神の目を持った人を雇ったんだけど、石碑に明かりをつけた後何も起こらなかったのよね。ここの石碑は正しい順番で明かりをつけないと封印の解除ができない。そしてヒントは魔人戦争に関する文章の中にある。南は天皇、東は妖皇、西は絶雲、北は警察。広いリーウェに居場所がないとは。え、なんだって？意味がわからないぞ。それ聞いたことがある。ああ、この文章は潮の魔人とも関係がある。この優しい神は苦しむ民に居場所を与えるためリーウェ各地を歩き回った。しかしあの戦火にまみれた時代、一国の平和でもかなり贅沢なものだった。最後彼女が見つけたのは今の地中の潮という場所だ。でもその安らぎもモラクスに壊された。そんな古臭い伝説の話よりも早く封印を解除しよう。せっかくヒントがあるんだから。さあさあ。天皇は南、陽光は東、絶雲は西、警策は北。このヒントがあればお前もわかるだろ。さすが勝利殿。多少知識があっただけだ。さあ、封じられた秘密を明らかにする時が来た。無用の争いを避けるため遺跡に入る前に一つ提案があるんだが。何でしょう？契約を結んでほしい。内容は順番に物を取る。一度に一点のみ。誠意を示すため俺はカウントしなくていい。おい、せっかくのチャンスを諦めるのか？俺は認めない。この半人前の考古学者と収穫を等分しろってか？ありえない。それはこっちのセリフよ。潮の魔人の文化財が台無しになるわ。絶対に無理。ふん。もし契約を結べないのなら顧問を降りるしかないな。この遺跡にある宝と罠の対処は二人の判断に任せる。それは分かった。潮の魔人の宝物だ。その半分でも十分金になるだろう。契約に応じてもいいけど、勝利殿、一つ条件があるわ。潮の魔人の真相を見つけたら、たとえモラクスに不利なことであっても公正に判断してほしい。その条件なら受け入れよう。では行こうか。